はい、皆さんどうもおはようございます。七尾でございます。今日はね、片井川はほぼ誰もいないと言っていいでしょう。で、浦安側に関しては、ちょっといらっしゃいますね。1名、2名、3名ぐらいですかね。まあ一番河口側と三宅川の付近と、三宅川よりちょっと上という感じでございます。はい、雨がね結構降ってるんですが、まあ1時間前の方が降ってたかなって感じですけど、今は中降りって感じですね。はい、濁りは、変わってないぐらいですかね。やっぱちょっとまだ濁ってますけど、昨日と同じでいい感じの濁りって感じですね。はい、風がなくて非常に釣りしやすそうな雰囲気です。マイクロバイトが昨日ねちょっと捕食されてるっていう情報もしっかりといただいたんですけど、まだ今のところ潮がね、あんまり全然動いてない状態の時間帯なんで、6月11日7時49分ですね。はい、だんだんねハクレンの死体が増えてきましたね。たまーに臭いなっていう時ありますけど、さあ濁り方はどうでしょうか。あー、ちょっと増して臭、早速臭、ちょっと増してますね。15% ぐらい増してます。で、ここに来て強さも、雨の強さも増してきてます。やばい、あー、クリップ置いて、昨日ナイスガイさんにちょっとこうリュック持ってもらったんですけど、やっぱりね殺人級に重いというコメントをいただきました。やばいですね。はい、水温を見ていきましょうか。測っていきましょうか。いた。大して痛くないのにね、すぐ痛いって言っちゃう今年頃の私ですけどね、ちょっとついつい大げさに言っちゃうところはありますけど、お許しください。よっしゃ、この奥さんに買ってもらった真面目のジャケットもだんだんと老朽化してきて、撥水性能はもう落ちてきましたね。おっと、ボラジャンプ、よし、ネットも準備万端モードにしてちゃんと開いてね、こうやって持っていけばすぐランディングできるというところでございます。あれ入っちゃった。で、私昨日一昨日かもうやばかったっすな。初めて、あ、マイクロいる。でマイクロでももう4センチぐらいになってますね。初めて人生でこんな辛いもんあるんかいっていうものを食べたんですけど、ペヤングの激辛、前のやつじゃなくて1個前のやつです。一味プラス、あ、一番さ、そのめちゃくちゃ鬼の、閻魔様が入ってるやつの次のやつですね。一番最近出たやつ、激辛ファイナルみたいなのの一味プラスってやつだったんですけど、それを食べたんですけど、もうやばかったです。あ、どうしようかな。最初はちょっとレンジバイブいますか。レンジバイブの、あ、違う、ちょっとね、ビーターをねトゥイッチングしたらどうなのかなと思って、ちょっと部分があったんで、ちょっとビーターで新しくビーターフック変えて、昨日の夜珍しくやる気見せてフックをね、中古使ってないボックスの中からビーターを引っ張り出してきて、多分これも相当前のビーターですよね。僕が芝浦とかに通ってた頃だから、20代の頃だったかな、僕がまだ。こんな前からあったのかな、これって感じですけどね。これで台船の下をこうキャッ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 とこうジャーキングしていくんですよ。まあトゥイッチというかね、そうすると下からフォンって食っていくんですよ。お、ボラ、ボラだ、でっけえ。もうその激辛がもう最初の二口ちょっと調子こいて、YouTuber とかのコメント見てて、あ、激辛ファイナルよりかはちょっと食べやすいですねみたいな感じの意見で、今日 22.6 度と
というところで、昨日より 0.2 度下がりましたかね。 22.6 度です。 0.2 度下がりました。まあ誤差の範囲でしょう。シーバス君にとってそれがどういう風な感じに感じるのかちょっとわからないですけど、はい。今日の夜ね、私実はあーすげーやらさくってる YouTuber の方とね、コラボすることになってるんですけどね、雨がどういうかことによってちょっと中止になっちゃうかもしれないですけど、一応予定しておりますが、ね、下手釣りの釣りなんとかって、まあ、まだちょっと見てないんですけど、ムースケさんって言われたら、おお、すっちゃうか、やっぱりちょっと。こうやってリーリングで、これでもいいっすね、全然大丈夫だな。ブラドルさんとコラボするときもそうだったけど、相手のチャンネル名ちゃんと覚えなきゃダメだな。年ですね、覚えられない。年のせいにしちゃいかんな。すごいね、なんか夫婦なんだか彼女なんだかわかんないですけど、彼女さんがカメラマンみたいな感じでやってらして、で、そのムースケさんっていう方が、まあ、表に映る側で、まあ、目音フィッシングというかね、ツッコミを入れられながら楽しそうに釣りしてるっていうね、チャンネルでございます。でツッコミの時と、テロップとか効果音とかすごいしっかり入ってるんで、普通のこうちゃんとしたチャンネルを見てるような、番組を見てるような感じなんで、すごいなと思います。まだそんなに釣り歴が深くないのかなって感じで今一応言ってますので、まあ、その辺も聞けたらなと思ってるんですけどね。おー、いいね、あのサイズはいいね。5センチぐらいありますね、やっぱ成長してる。ほらほらほら、この群れ2個塊がありますけど、僕は知らぬ間にしっかり成長しちゃっても、よし、じゃあそこのカードでもトップウォーター出そうぜな。トップウォーターで呼び覚ます的な感じの釣りちょっとやりたいな。ちょっとじゃあ急いで、ちょっとこれツイッチでそこをチェックして、すぐにランチマイレモンを入れますか。これ一瞬動き出したら活性上がりそうですけどな。あ、今一瞬雨弱まった、かなり弱まった。ちょっとコンタクトするけど、これでコンタクトしたけど、くっとこい。あ、破綻しちゃった。でもただ巻きが強いっていうのもね、結構やっぱもちろんあるんで、ただ巻きもしつつ、リーダー懐かしいな。すごい釣らせてもらいましたね、これ本当に。ビーターに関しては、 あそこ出てるな、出てるかな、どうだろう。なんか下にシーバスが、フィッシュイーターがいるような感じの波紋が出てますけどね。どうしようか、久しぶりにジャスティンやってみようかな。小さいトップウォーター、濁りはいい感じだ。時間がもったいない。こうやって走ってるとですね、結構その GoPro の、 揺れを制御するブースターが発動して、結構バッテリー食うんですよ実は。だから忍び出して動いた方がいい。ジャスティン、ジャスティンあるかな。ジャスティンってエバーグリーンか。見てくれ、すごい、いた。あー、でもこれちっちゃい方か、あ、オッケーオッケー、小さい方がいい。こちら動きが非常にチャピチャピしてていい感じだと思います。はい、ジャスティン小さい方だ、いきます。昨日結構ね、荒川とかでトップずっとやってましたっていう方も聞いたんですけど、全然出なかったという
ほどですね、荒川では結構頑張ってやったらしいですけど、地合いをそれにかけてやったけどもダメだったということですね。意外と飛ぶんだよな、これが本当にジャスティン。落としないってことは固定重心なのかな。全くサイレントですからね。無言になっちゃいますね、やっぱトップは。ちょっと私ね、もう少ししたらランカーハントモードに入りたいところなんで、まだですけどね、秋近づいてきたらランカーハントモードに入りたいところなんで、ちょっとねパワー系の竿とかもね、あそこなんかやってくれてる、パワー系の竿とかが気になるところですけどね。ちょっと寄せて竿を奥にやっていこうか。出ろ、エビっちゃったか、大事なところで治った。はい、という感じでね、こういう感じでちょっとこう狙っていってバックリースピンとか入れて試していこうかなと思っております。はい、